はい、皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。高橋みともです。はい、今回は、ウルターマンタイガー、17話、ガーディアンエンジェルという回についての感想ですね。見たいと思います。この動画、同時に、4作品上がってますが、ここでお断りしますが、主さんが、放送局によ、あのー、は、放送局ではやってないという、言い方しております。なぜかというとですね、東北地方でやってるのが、福島と青森でしかないんです。それは事実です。で、福島どこなのっていうと、宮城なんです。なので、放送されておりません。どうやって見るのって、さっきもちょっとまとめに入る前に。仮面、ここでなんかややこしくなる。まあ、言い方だけ言うと、YouTube とか配信されてる方とか、Netflix の方で見てます。ていう感じで見ております。で、それで見てる、放送局がさっきも言いましたけど、東北やらん。だから、名前は言いませんけど、本当に怒りたくなりました。ある時期から放送しねえんだわ。だから本当のことを言うと、あれ出そう、この感想か、出そうかなと思ったけど出します。だって、ウルトラマン好きなのに、そういう出さないといけないの、本当は上がってたんですが、なかなかこっちの時間で、遅れての話ですけど。さっきもニューソージャーの話とか、ゼロワンの話だったりとか、ポケモンの話してますけど、基本的にはね、もう、ウルターマンと、そういうのね。なかなか、あれなんで、後で話しましょう。で、17話ですね、まあ、イージスの、社長である、カナさんの大親友は、大親友まあ、知ってる、宇宙人が出るんですが、それが最終的には、黒崎ですね。あれは、黒崎に、名前間違ってたらごめんなさい。殺されるっていうより、倒されるって言った方がいいね。倒されました。もう、わかんないです。何者なのか、あいつもね。まあ、そんな感じでございます。なので、放送回が結局、見れてないんで、いつも、本当のこと言ったら、福島さんが、電波入るんで、福島の電波が。それで見てるっていう感じなんですけど、お願いです。来年こそは、宮城県で放送をしてほしいです。それを何回もツイッターで言ってきました。それをテレビ東京が見てもらってません。ふざけんなと思いました。多分これ一気にまとめてるんで疲れてますが。まず思ったことを言うと、仮面ライダーとか、そういうのはやって、まあ、全国ネットだからいいですよ。ウルターマンタイガーって、テレビ東京系列だからなかなかやらないんですよ。なんかやらない。正直言って今不満が溜まってます。って言っても多分これ絶対テレビ東京の人たちとか見ないと思う。だから言います。来年こそは新しいウルターマンやったら絶対に放送してください。それが最後のお願いでございます。自分だっていつね、あれするかわかんないからね、これはね。まあ、そんな感じですね。最後のまとめ入りますと、宮城で放送してくれ。以上。でございます。次の放送、来週の土曜ですね。11月2日の放送でございます。楽しみながら、ディスりながらの話が
だったでしょうか。毎週日曜日に、まあ、さっき言った、仮面ライダーゼロワと、まず、まあ、ポケモンシリーズのアニメの感想、そして、ウルトラマン隊の感想をあげます。ただし、来週ゼロワンと、ユーソージャーの放送がねえので、その一つはなしの、ポケモンとウルトラマンタイガーの、タイガーのみになります。ここで一部ですね、情報的なお話です。ウブルシさんがですね、こうやってウルトラマン好きになったのだけを言いましょう。まだ東北ゴチでもやってた時、ウルトラマンメビウスやってたんですが、まあ、それで好きになったっていう話ですね。とにかく、ざっくり言うと、そんな感じでしたね。ちなみに、これ最後のお話、小話っていうかな、なんつうかな、これさっきゼロワンとか優勝者の中では話さなかったんですが、最近、プラシさんめっちゃ疲れてるんですね。まあ、出筆活動だったりするためにって言ったり、いろいろ小物作成したりする、忙しさで、まあ疲れて、もう寝る時間早いんですけど、なんか最近こういう夢見たよっていう紹介だけさせてください。ツイッターでもこの、今動画撮ってる日に、あれしてますけど、なんかね、仮想研究だと、別な時に見てた時は、科捜研の女とゼロワンがなぜかコラボしてるっていう夢を見ました。そして今日、疲れてたから寝てたんですよ。新たに見て、ゼロワンとユーソージャーと、なんか科捜研の女がコラボるっていう、なんか意味不明な、夢を見てしまって、それを見たからおかしいんじゃねえのってうちの親に怒られましたけど。変じゃねえのって言われましたけど。最終的になんかディケイドの世界回ったような感じになっちゃいました。って、動画投稿、毎週やります。毎日投稿やりますよ、と言ったんで、1日からやるんですが、ここで、1日予定ですが、1日予定で、ウルトラマンタイガーのオープニングですね。頑張って歌ったんで、聞いてもらいたいな、と思います。で、一応、二日目もボツ動画ですけど、一応流します。で、二日は、それとポケモンとあれを投稿します。タイガーの話を。して、三日から、全部ね、新シリーズを、マイクラの横川もやってたと思うんですが、戦隊ヒーローと、仮面ライダーと戦隊ヒーロー、なんだっけ、戦隊ヒーローが、マジズクっていうね、作品の撮影を今日もやっちゃいます。で、3日以降投稿予定です。なんかいろいろと、もう、ウルトラマンタイガー以外も言ってましたが、このチャンネル、すっかり忘れてましたが、もう5年過ぎました。うん。すいません。10月17日ですね。もう5年過ぎてました。ごめんなさい。すっかりその、記念動画もあと作成するのでお待ちください。では、ご視聴ありがとうございました。